始をしたんでしょうか。すでに男子も女子も続々とこの東京ビッグサイトのフィニッシュ地点、フィニッシュテープを切っています。男子の優勝はデニス・キベット、女子の優勝はアベル・ケベル。女子はコースレコード更新わずかに及びませんでしたが、男子はコースレコード見事なタイムでした。2時間6分台が刻まれていきました。市民ランナーでもこのタイムでフィニッシュするランナーも出てきました。相当な練習をしないと出ないタイムです。